その中でも珍しい装置が。水槽？はい。これがですね、世界でも非常に最も深い水槽の一つ。何メートルぐらいあるんですか？深さが35メーターあります。こちらは最先端の技術で水面にあらゆる波を再現できる特殊な水槽。海底油田などに使用するパイプに波や水圧がどのような影響を与えるかを調べるために使われます。そんなこの水槽はとんでもない能力を秘めているんです。ちょっと面白い波を今日お見せしますんで、これからどんな波が面白い波だろう、期待してください。わかりました。それじゃあお願いします。面白い波とは一体何なのか、水面に注目。わー、すごい。ちょっと揺れてる。わー、水が歪んでる。わーおー、と次の瞬間。わー、すげー。なんと水面に浮き出たのはハートのマーク。実際の海の波をいかに近づけて作るかっていう研究してる、その過程でこういうことができるようになった。自然界で起こりうるあらゆる波を再現できるこの装置、最新のテクノロジーがこうした摩訶不思議な現象を可能にしています。ハートマーク以外にも星型、さらには音符のマークまで。こんなに複雑なことができるのはここだけで。じゃあ唯一絵が描けるのはここだけ、はい、だと思います。さすが日本だな。世界でアピールしたらいいのに。さらにこの研究所には完成したばかりの最新の水槽があるんだとか。今回特別に見せてもらえることに。何これ、広い。これどのくらいの広さなんですか？長さで言って長い方が 80m、 幅が 40m、 深さが 4.5 m あります。確かにオリンピックプールよりもでかいですね。よりも大きいでしょ。こちらは明日正式なお披露目を迎える世界最大の実験水槽。地震の津波や台風で起こる波をより正確に再現しシミュレーションすることができます。今回はそのお披露目に向けたあるデモンストレーションを初公開。じゃあ、なんだろう、今合図が出たね。なになにバイクが走ってるかと思った。大きい。わ、すごいすごい、見て。わ、すごい。これ怖い、なんかちょっと怖い。真ん中に入ったらどうなる、衝突するよ。わ、なんと水面から高さ4メートルに及ぶ水柱が。これは隕石が海面に落ちた場合に予想される波なのだそう。こうした研究所で行われるさまざまな実験の成果が船舶の安全な運航に生かされているんです。すごい、日本にしかないこのプールなんですもんね。まあ、あの船舶の安全やってる人には夢だったんですね。こういう大きな波を作って本当に船が大丈夫だろうかとか、そういうの。日本人はすごい、なんか神様に見えてくるね。